Thank you.
儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援と。敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。掲示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、分かった。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠るアラブル水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。
ありがとうございます。からも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。うん、任せとけ。始まるんだね。我が名はルナ・フレーナ、カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ。王に聖石の力を迎えるため、どうか受けを。向かってる。儀式はもう始まってるってことか。多分な。水神を守ってやらなきゃね。に選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知だ。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。王は必ず神にその証を見せる。水陣に近づこう。星子、うわ、来た。任せろ。
じゃあいいや、君が私のせ。クリスタルも取り戻すよ、おい。早く来いよ、ノクティス様。ルナフェーネ様。